んまりここを伸ばして落としたら上げてくるのが難しい。上げてくる。だからこらえた時にここがまあ90度よりちょっとぐらい開いとってもいいけど、こう落とす時にこうこうのがいいんやけどな。今息吹こう落とすね。どうせ曲げてこなあかんからな。この曲げて上げるのが難しい技術的に。だからちょっと意識的に落とす時にこう曲げとってもいいよ。ほんまはスポーツやから親指から親指こうなるんやな。実際はゆっくりスローモーションで言うたらこれでかかとがついてこうなるんやけど、バッティングと同じになるんやけど、ピッチングはこういうふうになって難しいからドーンとついてる。その時にイブがつま先がこっち向いたからね。それでよく聞いとけよ、こっち向いとう選手もおるんや。特に左におる。膝が曲げたら、膝曲げたらピッバッターの方向かへんやん。な、これまっすぐやったらバッターの方向くやんか。ピッチャーによって打ち向いてこないで掘るピッチャーもおるんやけど、今言うたらね、膝が中で中向いてバッターの方向かへんから、できたらまっすぐ向けと。まっすぐ。ほんなら膝も曲げてもバッターの方向くから。中におるんやで。中向いとピッチャーも。膝が向きが違うから、体の動きがちょっとおかしいな。素人でどうしてもこうなるんですか。